はい、サイクルオークプロへようこそ。今回も小西さんに講師をお願いしてお話を聞いてまいります。よろしくお願いします。はい、よろしくお願いします。で、今回は実は幕張の続編ということって、はい、幕張を入れていただいて、まあ、前後とも入れていただいて施工していただいて、で、まあほぼできた、要は様子見て OK だった。まあもうあの一晩ちょっと寝かしてもう安定してるんで、はい、はい、これでまあ完成。まあこれのね、こういうのちょっと後で僕がやります。ポロポロ撮ってもらえる。はい、はい、でちょっと私の印象、ちょっと受けた印象をあの話させてください。はい、ちょっと聞いててあのちょっとご意見いただければ。幕張って僕は志願とのようなもんだと思ってたらなんか大違いで、はい、要はどんどんこう乾いてゴムになっていくんだなっていうのがもう印象ですね。はいはい、だからあの例えばこういった横についてる白いカスみたいなのももう完全にゴムになっていて、指でサラサラってもう取れるっていう感じ。そうですね、もう拭き取るっていうよりこう濡れててもこう指でこうやって擦ってるとどんどんこうゴム化していってポロ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 取れていくっていう感じですね。だからもうほとんどその中に入ってる幕張は完全にやはりゴムになっていて、そうですね、中で流動的に移動したり絶対しないものにもうなってるってことですよね。そうですね、まあ、はい、あのこう例えばこう入れ120入れて抜くんですけど、だいたい中にこう巻くというか残るのが15ぐらいって言ってましたかね。うん、そういうことですね。はい、そうすると多分おそらくこう 全体的に濡れて乾く分ぐらい。うん、はい、だからタイヤとかホイールと一体化してソリッドに動くから、その乗り味もやっぱ違いますね。はい、普通の僕はこれがその一番その乗り心地とか、まあ、チューブレスレディタイヤを簡単に言うとチューブレス化する、うん、はい、そういうものだと思っています。これどうなんですか、プロって幕張って浸透しつつあると思います？なんか、まあね、まだプロだとどうなんでしょうね。タイヤの中までシーラントがその、まあ、国内のプロチームだと中のシーラントまでそのメーカーさんから指定されてるとは分かんないんですけど、そかスポンサーシップがあるから、はい、僕はまあ使いたいなっていうか、僕はシーランと、まあ、チューブレス大好きで使ってるんですけど、はい、うん、まあ僕の場合は走り重視だったらまあ分かる、うん、分かりました。はい、ちょっと話外れちゃいますけど、今の話でちょっとお聞きしたかったことがあって、でタイヤって今、まあクリンチャーチューブレス、チューブレスレディ、はい、あとチューブラーとかありますけど、はい、プロの人たちって昔はもうチューブラー一択だったような、はい、その時代があったと、はい、今どうなんですかね。今もね、なんかね、僕この間つい先日あのサイクルスポーツの取材で、はい、あの吉本さん、うん、ジャーナリストの方とお話ししたんですけど、はい、今年じゃなくて去年のウィンギコのバイクがデンマークに飾ってあったらしいんですけど、チューブラーだったってどうしよう。チューブラー、はい、やっぱ軽さで根強い人気あるんですね。はい、ただね、ここもうどんどんこうチューブレスが、はい、進化してきて、もうほぼヨーロッパのプロトンの9割はチューブレスなんじゃないですかね。あ、はい、じゃあもう例えば今ツールドフランス終わったばっかりですけども、はい、9割ぐらいのプロ選手ってもうチューブレスレディかチューブレス使ってると思いますっていう感じですか。はい、わかりました。じゃあまああれですね、そのこのマカールっていうのは、まあ、ある種軽めのチューブレスレディタイヤとホイールを、まあ、チューブレスのようにソリッドに仕立てることができるということで、ね、そうですね、はい、いいものだということですよね。わかりました。じゃあ最後にちょっとその、うん、あの私のお聞きしたいこともあるので、はい、聞きたいんですけど、パンク体制とかパンク対処についてちょっと、はい、あのお話しいただけますか。パンクはね、これまあ先ほど広瀬さん言われたように中でシーラントが流動してないっていうので、うん、刺さってしまうと、まあ要はこう横に編み出たのをこうやってこう擦ってるとポロポロゴムになりますよって言ってましたけど、そのゴムのカスみたいのがこう穴にギュッとこう空気の流れでうまく差し込まれれば、はい、差し込まれればそれで治ってしまうし、うん、要は今までのこうポンとこうなんか差し上げた時に中からプシュッとこう、うん、シーラントが吹き出してそれで凝固するっていうものではないです、うん、ただまあ一ついいのはそのゴム薄いゴムがあるのでパンクするときもシューって抜けることはないです。あ、なのでこう走ってると徐々にやればパンクしちゃったかなっていうことですね。これはね、けどまあ
使ってる方なんか分かるんですけど、シーラントでもやっぱりね塞ぎきらない穴はあるし、うん、あとはその、まあ、3ヶ月半年1年とね使われてた場合、中でそのシーラントがその死んでると結局、うんうんうん、なんていうんですかね、役なさない。そうですよね、はい、なのでパン粉はねしちゃうと思う。するという、はい、するときはします。パン粉しないためのシーラントではないと思っています。うん、ただし乗り味に関してはやはり中にドロドロの液体が入っているチューブレスレディよりかはずっとストリートでいいですよっていう。そうですね、こう車輪が回ってるときにこうシーラントが上に上がって落ちてこうずっとこうなってるわけですよね、うん、それってこう回転の逆なわけなんで、それないから、はい、まあですよ、僕は乗ったらまあこれが一番いい、うん、私もだから乗ってみるのすごく楽しみです、はい、思っています。だから普段の乗り味を大事にするか、パンクしちゃった時のこう恐れみたいなものを大事にするかっていう、そうですね、その考え方の違いですよね、はい、あとねもう一つやっぱりメリットもあって、やっぱりパンクしちゃった後にその幕張りかすんだったら、まあ、専用のワンパッチかな、はい、こう刺してプラグを内側にこう巻かれる、くっつけて直すっていう方法もあるんですけど、実はね、あの中にインナーチューブしまってとりあえず走る時も中ベシャベシャにこうシーラントなんか乾いてるので、うん、意外にね手を通さずに普通のクリンチャーのようにそういうチューブをしまうことができる。それも僕はメリットだ。だから心配したらチューブを持っていってくださいと。で外してチューブ入れて、はい、でチューブ入れたら完全に普通に施工すればっていうか作業すれば、そのビードが上がる上がらないっていう心配もないわけですもんね。そうですね、ね、まあ、あとはそのさっき外して心配だったらね、ゴム化してのこう手でポロ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 ちょっとこう見せてて、まあ、それであれば、うん、ということですね、チューブだったら、ね、あのビードが上がらないっていう心配もない。はい、はい、分かりました。ということで今回まあ幕張を施工していただいて、で初めて私、まあ、幕張の、ある種チューブレス疑似チューブレス化をしたホイールに、まあ、これから乗ることになります。楽しみです。ということで今回まあちょっと手短ですけれども、これでまとめたいと思います。ありがとうございました。はい、ありがとうございました。